ことが必要である。それには国会にはアメリア強固が必要であると、ババありがとうございます、ババ代表からも太鼓判をいただきました。ありがとうございます。さあそれでは皆様お待たせいたしました、株のお姉さんはアメリア強固、日経新聞日経 CNBC 解説者、株のお姉さん、今日本を元気にしていく強く固い強固な日本経済、千葉県第4選挙区アメリア強固候補者本人よりの国政にかける情熱、政策をお聞きいただきます。ご紹介賜りました、私アメリア強固、名前には雨がついておりますが、先ほどまで小雨が降っておりました。一度も雨が降ったことがない、日本経済を晴れにしたい、アメリア強固と申します。今馬場代表盛り上がりました、どうぞ一緒に写真撮ってください。その間に私も喋らせていただきますので、私アメリア強固、アメリア強固は経済ジャーナリストとして37年、株のお姉さん、もう身の持ったさん的には株のお嬢さんの域に達しております。37年のキャリアを持って今歩いてらっしゃる方々、お一人お一人、誰一人取り残されることなく幸せになっていただきたいと思っております。今馬場代表皆さんに握手をしております。どうか手を握ってください、どうか馬場代表と一緒に握手を握ってください。何か言いたいことがあったら直接馬場代表にぶつけてください。私ども日本維新の会は愚直でベンチャー気質の高い政党でございますが、改革政党でございます。私は馬場代表に対しても物申しております。まずは日本維新の会は身を切る改革といって、給与の2割、ボーナスの3割をカットいたしました。青島参議院議員、馬場代表も自ら身を切る改革といって、今までですとウクライナにトラックを送ったり、被災地能登半島にも寄付をしたりした金額がなんと7億円です。その同じ7億円が自民党は裏金に蓄えたお金の7億円だということなんですね。さあどっちを選びますか。そして私ども日本維新の会は消費税減税です。法人税も減税、百対次元課税も私は個人的にゼロにしたい、増税を行うという自民党、立憲民主党とは全く違う党でございます。ではどうやって子育ての財源をしていくか、大体どの候補者、どの党の候補者も子育て政策、子育て政策、大学までの無償化実現、子育て政策、SDGs の私4番教育をやっておりますけれども、どっかの SDGs さんたちは違うんです。4番の教育です。さあそのお金の捻出、どうやって増税しないで日本維新の会は減税をして捻出するんでしょうか。私株のお姉さん、経済ジャーナリスト雨宮京子は、まずは日銀の ETF、聞いたことありますか。この公示日、日経平均株価4万円に回復しました。7月19日以来、これは日本の政治が変わりますよ、経済が変わっていきますよという半年先を読み込んだ日経平均株価4万円でございます。アベノミクスの時に黒田日銀総裁は異次元対策として日経平均株価が前場で大きく下がったところを買い支えておりました。日銀の ETF、 なんとその含み益が40兆円も超えているんです。日銀の ETF というのは国債と違って償還がないんですね。ではどうしたらいいか、ここは経済ジャーナリスト株のお姉さん雨宮京子、国会ではよく年金で株式で含み損が出た、含み損が出た、今回は含み益が出ている、さあどうしたらいい、そこは株のお姉さん経済ジャーナリスト雨宮京子は日銀の含み益40兆円も超える金額を ETF をシェア化してファンド化して皆さんにお配り
て資産運用、もしくは子育ての財源、そして医療、福祉、さまざまな教育関係の先生方、介護でありがとうございます。介護でたくさんの待遇で給与が少ない方々に、私は還元したいと思っております。ぜひとも経済、財政政策をしたい。石破茂総理大臣、なんとなくまだ耳慣れない、私はアナウンサーですので言いづらいんですけれど、日銀の上田日銀総裁が利上げを慎重に見送るべきだ、そんなコメントを石破総理大臣メモ書きを見ながら言ったんですよ。下校ごろ、総理大臣になるんであれば経済、財政、防衛、外交、安全保障、しっかりとプロフェッショナルの人がなるべきだと、私、雨宮京子は考えております。私は嘘をつきません。金融機関出身でございます。1日100億円以上のお金を運用しておりますので、もし、私が、ありがとうございます、雨宮京子と申します。お仕事をさせていただけるようでしたら、今歩いてらっしゃる方々、お一人お一人が取り残すことのないように、私は財源捻出できますので、嘘はつきません。どうぞ楽しみにしていてください。そして、今、期日前投票行われております。フェイスの5回で、投票権なくても、身分証明書がなくても投票することができます。迷うことなく、小選挙区では、雨宮京子、そして2枚目比例は日本維新の会とどうぞお書きください。今馬場代表と青島健太参議院議員、これから次へとお忙しい中来ていただきましてありがとうございます。どうぞ皆さん温かい拍手でお見送りください。ありがとうございます。私と日本維新の会は愚直に有言実行で進んでおります。ありがとうございます。馬場代表、そして青島健太参議院議員、ありがとうございます。ご参加でございます。なんとか比例で日本維新の会と皆さんお書きください。愚直な政党でございます。ベンチャー気質でまだまだやんちゃな政党ですが、保守改革、私ども必ずしてまいります。どうか雨宮京子と小選挙区迷うことなくお書きください。2枚目には比例代表の維新、日本維新の会とどうぞお書きください。そして本日は日本維新の会、馬場代表は千葉全域を回っております。雨が降りそうでしたが、今回ばっかり私は雨かなと思ったけど、曇りがちで晴れになっております。日本経済を平らに晴れにしたい、雨宮京子でした。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。今馬場代表、青島健太参議院議員に向かわれました。ありがとうございます。長い間ご清聴いただきまして誠にありがとうございます。私どうか千葉4区では雨宮京子とどうぞお書きください。よろしくお願いいたします。ご清聴いただきまして誠にありがとうございました。日本維新の会公認候補、株のお姉さんが雨宮京子、元フジテレビレポーター雨宮京子、強く固い日本経済、強固な日本経済を雨宮京子が作ってまいります。ご清聴いただいて皆様ありがとうございました。雨宮京子の思いは届きましたでしょうか。ありがとうございます。さあ、そして同じ志を持つそんな同志の近隣より駆けつけてくださいました皆様のお名前、ここでご紹介させていただきましょう。